越後に守護の上杉家は耐えた。宇佐美殿、いずれ越後守護として上杉家を再興いたす。初めて誰かに初めてこの人に褒めてもらいたい。そう思えた瞬間だったから、なんか嬉しくて、素直に人に甘えるなんてことはなかなかできなかったからさ、今まで。人に甘えられる人がこんなところにいたんだって、この人に褒められるために一生懸命頑張りたいって初めてそう思えたんだよね。